にちは、釣れないリッキーです。今日は兵庫県の三木市に川澄さんが来ているので会いに行ってきます。1km 道なりです。およそ500メートル先、三木東インター入り口を左方向です。の皇后杯が三木防災公園で愛なく神戸の試合があり、川澄選手が来ているってことで会いに来ました。では行ってきます。今日は釣りじゃなくてサッカー観戦です。川澄さんに会えるかな。
べ終わったら見に行ってきます。行かないかな。
なんかしゃ、なんか喋ってやり。前半1対0、後半1対0、合計2対0で、アイナック神戸レオネッサが勝利を挙げました。アイナックがノリノリ。両チームの選手、並びに審判団に大きな拍手を送ってくれたんだ。あ、ぜひまだチーズやろう、はい、チーズやろう。まーちゃんのお弁当。めっちゃいいやん。YouTube。ゆらだけ。え、なんでゆらちゃんとかも。もう撮ってる。はい、YouTube。めっちゃ好き。おめでとうございます。ありがとうございます。試合勝ってどんな気持ちですか。最高です。嬉しい。ちょっとまた応援に行きます。ありがとうございます。はい、終わっちゃったよ。あれ？終わった？終わった？カースンさん終わった？手振ってくれとった？気づいとった？気づいとった。もうすぐチャンネル登録者数300人、チャンネル登録よろしくお願いします。川澄さん、ありがとうございます。